はい。こんにちは。あげチちゃひょうです。今ですね。先日ね、購入した、Galaxy Z Flip。そして、iPhone 11 Pro Max のインカメラで、動画を撮影しています。今回はまあ軽く、インカメラのテストっていう感じで今撮影を始めてますんで、 なんかまあ、それぞれでなんか、スマートフォンの新たなお話をするっていうわけではないんでね。もうもうこれで、だいたいの感じはつかめてるので、変な話、もうこれで終わりでもいいぐらいの感じなんですけど。いかがでしょうかはい。あの、プレビュー画面で見てる限りはですね、あの、iPhone 11 Pro Max の方が広くれれてこれほ,ほぼ同じ位置なんですよほ。ほぼ同じ位置で横並びにして撮ってます。俺からほぼ同じ位置。なので、あの11 Pro Max の方が iPhone の方がちょっと広めに撮れていて、逆に、まあ、Galaxy Z Flip の方が、えー、血色が良くね、映ってるかなというふうには思いますね。これ、まあ、割と明るめの 部屋で撮影してこれなので、まあ、もしかしたら、なんすかね、ちょっと飲み屋とか、えー、そう、もうちょっとこう、明かりの弱いところで、セルフィーを、セルフィーだったりとかね、撮るっていう時には、ギャラクシーの方が、えー、女性には嬉しい映り方をしてくれるカメラと言えるかもしれません。デフォルトでの話ですけどね。もちろん、まあ、 えー、様々なアプリをね、活用して、あのー、撮影してると思うんで、もうこの、なんだ、あの、女子高生とかさ、女子大生ぐらいのさ、女性とかは、10個20個カメラアプリがもう入っていて、そのシーンだったりとか、どういう絵を撮影するかっていう目的に、あのー、<laughs> よって、カメラアプリを、 切り替えて使ってるっていうの、結構その10から20ぐらいのものを切り替えて使ってるっていうのをこの間見てですね。マジかと。<laughs> めんどくさっていう。<laughs> すごいね。そういうところはめ、なんかまあ俺なんかめんどくせえなって思っちゃうけど、すごいっすね。凝り方は半端ないっすね。えー、まあ、こうやって見てる限りだと、すんごい ま、明るくは撮れてるよね。手も、手の色なんかもすごくこう結色がいいもんね。うん。iPhone の方が割と黄色っぽい感じになってますね。ただその、まあ、あの、わかると思いますけど、実際の見た目では iPhone の方が実際っぽいんですよ。あの、この今照明も暖色系の照明であるので、はい、逆にね。だから、 ま、黄色っぽく iPhone の方が映ってるっていう、これはこれで正しいんですよ。実際のところで言うと。うん。この壁紙も、あの、その暖色系の光を受けてるから、ちょっと黄色っぽく映ってるっていうのは、これ、こっちの方が正しいです。iPhone の方が正しい。Galaxy の方が、割ともう、あの、ホワイトの方に寄せつつ、あの、色温度を抑えつつ、 逆にその顔認識等々での、えー、認識された部分ですね。肌だと認識している部分は上げてくるというのがなっているっていう感じですね。これはまあ、でもまあ、あのー、その、実際のものに、その忠実にってなると、これ iPhone も iPhone で多少変わってくるわけですよね。最近のものだとね。 現状だとそのグラデーションで並べたときに、あの、実際から加工っていうところで言うと、あの、ギャラクシーと iPhone だとその順番がね、若干異なるよっていうだけの話で、で iPhone も iPhone で、加工は多少してってるというところになりますね。はい。っていうことでですね、とりあえず両方を並べて、 撮影をしたというところですけどもあの花粉の季節でありまして、えっと、先日もですねアウトカメラでの動画撮影で iPhone と GalaxyZ フリップの比較っていうところで撮影したんですけどあれもね1時間2時間ぐらいなんですよ実際問題行って撮影して帰ってきてっていうのその。それだけしか 外に出てなかったのにも関わらず、もう花粉症のですね、なんていうか、影響がすごい。<laughs> 目がめっちゃ痒いんですよ。今も痒いんですよ。で、帰ってきてから何度もシャワー浴び直す。しばらく経ってから、しばらく経ってから、花粉をもうすべて洗い流してやろうと。やってもね、ひどいんでね、もう、 このインカメラの比較でも、本当だったらこう、両方、両方持って、手ぶれ補正の感じとか、ね、そういうとこも含めて。で、あとは、周りの音、集音の感じですよ。声を取るところ、こう、カメラの前で話してる人の声を取るところと、逆にその環境音ですよね、っていうのを、本当だったら厳密に言ったら比較をしなきゃいけない。けども、花粉症なんで。 そこら辺は許していただきたいというふうに思うわけであります。なので、ちょっと簡易的に撮影をしました。で、あのー、これはあくまでも Z フリップはこれぐらいだよって話であって、先日発表された S20、中でもそうですね、Galaxy S20 Ultra なんかでは、まあ過去最高のですね、インカメラをもうカメラになっているということですから、 そうなってくると、すごいことになるなっていうふうに思います。この Z フリップであっても、えー、インカメラで 4K、そして 60fps で撮影はできるんですよ。できるんですけど、えー、当然ながらですね、画素数等々ともにですね、えー、アップされてる S20 ウルトラ。いやーこっちらもう、今度はアウトも含めて考えると、8K とかさ。 4K でも 120fps とかいや、なかなか素晴らしい時代になってきますね。はい。ということで、今回は、えー、iPhone 11 Pro Max と比較をさせていただきました。またですね、その、ベンチマークだったりとかっていうのは改めてやっていこうと思いますし、まあカメラ関係でちょこちょこ、まあ比較っていうことで上げていますので、 まあそこら辺の、なんていうんですかね、俺の使った感想も含めたところも改めてお話ししようかなというふうには思います。ということで、また見てな。バイバイ。